中部州は、スリランカの西論中央山脈に位置する州。仏教の聖地キャンディとヌワラエリアはこの州にある。コーヒーのプランテーションが大規模な病気で壊滅してから、1860年代にイギリス人によって植えられた紅茶を多く産出している。州都はキャンディ。中部州の面積は5674、軽平方メートル、人口は255万6774人で、 ある。州内には、キャンディや、マータレーといった大きな町が存在する。州域は、北で、北中部州、北西で北西部州、西から南で、サバラガムワ州、南東で、ウバ州、東で、東部州と接する。中部州は三つの県から構成される。キャンディシンハラ人とタミル人、ムーア人が混住している。タミル人の多くは、 イギリス統治下の19世紀に紅茶のプランテーションの労働者としてやってきたインドタミルである。ABC of RI,、ポピュレーションオブ SRI、ロンカバイディストリクト。センサスオブポピュレーションハウジング2011、スリランカ統計局。2012年12月9日閲覧。ニュースライン、ノース、イーストレコードハイエスト GDP グロースレート。 アーカイブド2012年6月20日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、スリランカ、ラージスト・シティーズ、ワールド・ギャザティア、2013年1月19日閲覧。A2、ポピュレーション・バイ・エスニック・グループ・はコーディング・ツー・ディストリクツ、2012、センサス・オブ・ポピュレーション・アンド・ハウジング2011、スリランカ統計局。2013年1月19日閲覧。ありがとうございます。